さあやっていこうか。最終回になると思いやす、ということでね、バイオハザード RE2 ラストエスケープ、ラストエスケープは別やな。とりあえずね、なんかありとあらゆるものを燃やしながら進んでいこうというふうに思いますね。まあとりあえず、裏編で、今回ね初のね、怪しい親父がね、子種を子供自身に植え付けるという変態ロリコンクソ親父から、ちょっと逃亡を図るために、今ね残り10分という差し迫った時間の中走り抜けていくロンリネスっていう感じですね。ロンリネスではないな、ロンリーではないもんな。仲間がたくさんいるからね、たくさん1人2人3人なんか1人でこういうこと喋ってたら、頭大丈夫って思うけど、かろうじて大丈夫です。ちょっとネジがね、2本ほど抜けてるんですけどね、通常1本抜けてる人とかって多いじゃないですか。僕その日じゃないんですよ、2本抜けてるんで、もう本当にやばいよねっていう。ドーン、えい、燃えろ燃えろ、聞こえない、燃えろ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 、イビー燃えてます。でそろそろね来るからね、ちょっとあいつね、ご褒美ビリビリをしてあげないといけない。そっか、だからあれだね、レオン編の時なんかはさ、あのエレベーターで地下に降りていく段階でもうタイムリミットが始まるけど、ここの場合はあれなんだよね、シェリーがここでもちんたらもんたらやってくから、ここでタイムがスタートするっていう、そういうオチになるんだろうな。はいね、もう燃えてるところにさらに燃やすなんてことは、そんな残虐なことをしたくないからね、もう溶けておしまいっていう感じで進んでいこう。で走るのは得意って言ってだったらついてこいよ、何をチンタロチンタロやってんだますって。でね、一個ね気づいたことがある、ミスった、これ預ける。そう、あのね本当バカだよね。今からさ、こいつを動かすためのさ、バッテリーをやらなきゃいけないのに、何をねやってるざますっていうね、本当に。そうそうそう、その分のねスペースを空けておかないとできないからね。はい、それ本当恥ずかしい、やっちまったなと思ったわ。じゃあシェリーをここにね置いてね、一人で脱出をしていくというところですね。んな話ではない、ちょっとそのさ下げすむような目線超怖い、お母さんにだね目はね。なんかなるほどな、だからこうやっぱ親子っていうことを強調するために、結構その似てる部分とそうじゃないところっていうのをこうなんかね、きちんと作り込んだかっていうところ、今なんかそんな感じがしたね。いや、今の見てたら、なんか冷たいさ見下げる目っていうのがなんとなくだけど、なんだっけ、アネットに似てる気がしたよね。 M1、 まさかここで M1 グランプリがあった。おっぱい、レオンガミ、お互いにこれモニターで見えてるっていうことなのかな。レオンでね、こっちはもう持たないって、そりゃそうだよ、だって持たないところをさらにその先にはレオンちゃんがいるわけだからね、早くおいでっていうね、脱出路を見つけることができたんで、痛いが指打った、そんなことはどうでもいい。クレア聞こえるか、聞こえない、俺に構うな、早く脱出しろ。お互いのね、なんか、なんだろうな、あれも声が聞こえてる、声が聞こえてない、わかんないな、どうなんだろうな、通じてないって感じなのか、喋れてるっちゃ喋れてると思うんだけどね。ということで、マシンガン手に入れたんだけど、ミニガンか、こいつはね、次の戦いに取っておくとして、意外になんか、これの一発一発の力っていうのが少ない、ひゃーっていうところだからね。2発くらい当てたら、キョンとカエルのごとくまた飛んでくるから、おお、来た、キョー、くっそー、ビリ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 で攻撃してるけど、これね電撃が当たるとね、ちょっとひるむ、あれちょっとたくさんたくさん、逃げろ、ビビビビビビビジュッシュ、できる限りこいつをぶつけていって終わりたいと思うんで、オッケー、登ってくんか。今の攻撃食らったらさ、普通落ちてこいよって思うんだけどね。飛んできたんぼやゆ、ほい、
意外とこいつすげえ体力高いんだよな、まあ、確かマグナもね10発20発食らって立ち上がってるスーパータイラントも人のこと言えねえなって思うんだけど、の割にはねやっぱ1発2発、まあ、こんだけごっついゴリラ団子のねダメージを食らったらそれはお亡くなりにやばいかもしれないですよね。思わずビビラと聞かしちゃったわ。回復回復、まあ2つくらいありゃ十分。やばい逃げろ。はい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 、これが恋、恋はいつでもハリケーン。ビビビビビビビ、はい、しびれしびれしびれ、ごなしびれごな、麻痺して、はい、行動が遅くなって、キーちょっとちょ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 、このここで攻撃を食らわすことができたら落ちてこいって話なんだよな。あれ落ちてきた、わお、引っかかって引っかかってる、弾入れてなかった、しまった、とりあえずボン、やばい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 ですよね、再びやっちまった。ちょっととりあえずとりあえず逃げる、ほいっけい、燃やし尽くす燃やし尽くす。このじわ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 燃えてるのであれかな、継続ダメージが与えられていくっていう感じなのかな。ちょっとここら辺の仕組みがよく分かんないんだけどね。よいしょ、あやばい、下手くそだ、すげえ暴走してんな、ほい、そろそろ、あ、行った行った、あ、行ったな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 、オッケーオッケー、じゃあもうこれであとできる限りのとどめを刺して、オッケーオッケー、じゃああとは溶かし尽くそう。とかお前さ、アネットのさ硫酸弾をあんなに食らうのに、なんでこいつのクレアちゃんの硫酸弾は全然食らわないざんす、溶けなさいよ、もう一発を見ます、おい終わりねえ。まあそっか、 G3 よりも G4 の方が強くなってるからなのかな。まあでもおそらくこいつはあの先頭を食べたかのごとくなんかサイヤ人なんだろうね。死の淵から蘇ってくるたびに強くなっていくみたいな、そんなノリなんだろうな、うん、はい。じゃあ、地下到着しましたので連結をしましてギューって。大丈夫、これあれだな、多分シリーはあのおっぱい目的でハグしてるな、柔らかいもんね、君もそうなるよ安心して。なんかこんななんていうの、バングル、バックルっていうのなんだっけ、なんかあるじゃんベルトみたいなやつ、あんなの両方つけてたっけな。めっちゃナイフ、ナイフ持ってないんだけどナイフ仕込まれてた ねあれ無限ナイフかな。とりあえず脱出成功ですよね、わかんないけど、まあファーンって走っていくんでね。ケイ、さあちょっと今一段落だね。はあ、ってそりゃ一息つきたくなるわな。あ、今回あれだね、クリア全然汚れてない感じがするな。あれこれとダメージ食らってたら汚れてたりとかするのかな。全然プルプルしないな、実は硬い。お姉さんと幼女の差を見せつけるかのような角度でございますね。クレアの家に行きたい、やめときって、ロリコンゴリスがいるよ。ゴリスはロリコンではないか、うん、まあでも危ない男がいるからね、まあ、今ヨーロッパにいるんだけど。てかあれだよね、クレアがさ捕まったコードベロニカをやってる間クリスはどこで何をしとったんやろな、調べ物があるみたいなんでペン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 やっとったけど。よろしく。揺れる揺れる揺れるのはおっぱいだけでいい。ここであの初対面の男性と幼女をねこう預けるっていう、だって実のさ父親にさ種付けされたっていう恐ろしい過去を持っている子供だぜ。そんなの一人にしちゃかわいそうよっていう話だよね。さあ、まあそんなことよりも最終決戦行こうか。もう一車両後ろに行くと思いきや、ああ来たよ、怖いよ、ビリビリさせちゃうよ。あれ、ちょっと待って、全くすごい、あれちょっと待って、めっちゃ外れんじゃん、全然あれ射程距離がアウトだったとかか。え、ちょっと待って、そんなことは聞いてない。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、急げ急げ急げ、はい、ドーン、オッケー、よっしゃ、いけ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 、弾装填して、燃えろ燃えろ燃やせ燃やせ燃やせ燃えろ燃えろ、バーニングファイヤー、
いけ。あ、もう弾が切れてる。やばい。このままでは、このままでは。あ、すごい、すごい。今見た、皆さん。左下。左下見た。さあ。出た目玉。おら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 バイオ砲みたいにね、弾とかが引き継げたらすごい面白いんだけどね、その手に入っている武器はもう二度と手に入らないとしてさ、ってなったらすごい面白いかなと思うんだけど、まあ、そういうわけにいかないみたいですからね。まあまたそのアイテムリセットみたいなのがあるんで、まあ、とりあえず、まあ、ガチャコンガチャコンとできてるんで、そのまま離れていってレーシックの時間でございます。涙がちょちょに入れてもう乾燥する。うわ、ドライアイが進んでいく。ドライアイなのかな、ドライアイというよりはどっちかっていうと、うん、レーシックじゃなくてなんだっけ、今なんかあるよね、あの眼内コンタクトレンズ入れるやつ。でもあれだけのダメージを負ってきてさ、食らい続けたやつが今更こんな爆発に巻き込まれて死ぬかねと思うんだけどね。すぐそこ出口だったからなんかギリギリのところ這い上がってきそうな気もしなくもないけど、果たしてどうなんだろうか。ねえ、クレアとレオンって付き合ってるの？そうなの、付き合ってるのって、結局その二人が一体どうなったのかっていうのはあれやな、気になるよね。お付き合いしているのかしていないのか。とんだ初デートになった。まあそんなことはないと思うんだけどな。でもやっぱりあれだよね、最初に助けを求めるのがレオンだったっていうところからすると、うん、やっぱりレオンのことを信頼しているのはクレアなんだろうな。逆にレオンがクレアに何か連絡するっていうのをこれまでのシーンで見たことがないもんな。ということはクレアが、あ、なんで中指立てられる。え、これさ、レオンマグナム持ってるし、クレアミニガン持ってるわけでしょ。やっちゃえよ。いいやつだ。てか、クレアミニガンどこに置いてきたの？終わったの？わからない。まあそんなことはどうでもいいんだろうな。なんとかしよう。はい。俺たちで。いやー、終わった終わった。3人一緒なら大丈夫だ。行こう。いつもギリギリの戦いを繰り広げてまいりましたが、なんとかね、クリアすることができたということで、いや最後までね、本当皆さん応援いただきましてどうもありがとうございました。続いての曲はマンネリの水曜でも元気が湧いてくる鳥、鳥類、鳥でなんかやっぱ爪が痛いなっていう印象があるから、あんまり飼おうっていう気にはならない。やっぱ飼うならまあなんだろう、その、まあ、猫も爪痛いけど猫かワンちゃんだよねやっぱりね。まあ、今も実家に猫ちゃんいますけど、昔はコーギーを飼っててね、16歳まで生きたっていう、コーギー犬の中ではかなりの長生きなんじゃないかなっていう犬がいましたね。一番下の弟が20歳の成人式を迎えた次の日に亡くなったのかな。だから、兄弟3人ともの成人をちゃんと見届けてからね旅立つという、まあ、そこは、まあ、そのね、彼にそういうのがあったかどうかっていうのは別にしてても、やっぱ無意識でね、ちゃんとクソガキどもが大人になったのを見届けてからちゃんと自分は旅立とうっていう強い意志を感じたってね。あの日もね、まあいろいろあるんだけど、まあそんなことはね、いいとして、とりあえずお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に、ね、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。いよいよ残すところはね、レオン裏編というところで、まあ、レオン裏編はねちょっとだけね、楽をさせていただこうかなというふうに思います。というのも無限武器を、ね、使ってね、これまで私を苦しめてきたリッカーやゾンビやらタイラントやらっていうのをね、ボコ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 
ぶちのめしていきながらね進めていきたいというふうに思っております。なので、まあ、ちょっとねあの無限武器解禁ということで本当はねあのなんだっけ LE5 とかあのミニガンとか無限ロケットランチャーとかを手に入れた上でそれらを全部駆使しながらね進めていくっていうようなことができればと思ったんですけど、今ちょっとねまああのハードコアの S を取るっていうのは、まあ、その LE5 を手に入れるっていうのはあのどっかのタイミングでできたらなというふうに思ってるんですけど、残念ながらちょっと S プラスランクをハードコアで通ると思うとね、あの時間だけじゃなくてあのセーブが3回に縛られるっていうところがあって、その条件がちょっと今撮影環境的に難しいっていうのがあるんで、あのもしかしたら LE5 の方はあの 裏でねあの裏というか撮影しないところでねあのこそっと撮ってあのやっておくかもしれないんだけど、まあ、ちょっと、非常に申し訳ないんですが、一旦はねあの無限ハンドガンでねあの侍調理陣を使いながら、ボコ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 ねあの進めていきたいというふうに思っています。でなんか一発一発サムライオリジンってなんか低い層なんですよね、威力っていうのが、うん、だから例えば通常そのハンドガンだったら2発か3発足にぶち込めばあのゾンビの足をへし折ることができると、へし折るっていうのはおかしいか、ちぎるかことができるというところなんですけど、残念ながらあのサムライオリジンの場合は、5発6発くらいぶちのめさないといけないみたいな、そういうなんかあの威力の差っていうのがあるっぽいので、まあ、そのあたりでね一発一発ねあのゾンビ一発一発じゃねえ、一体ってゾンビをなる丁寧にぶち殺していくっていうことを考えると、まあ、ちょっと時間はあのこれまでのパートよりもかかってくるんではないかなというふうに思うんですが、まあ、その分ねあのちょっとあ、まあ、爽快感をねあのゾンビを一人一匹一匹に駆逐していくわっていうのをお見せできるのは非常にいいんではないかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、それが終わったら、今後何をしていこうかなって、ね、ちょっと模索中なんだけど、やっぱりまあバイオ8のビレッジねのダウンロードコンテンツも出るからもう一回バイオビレッジをやろうかなと思ったり、それよりも一個手前 あのバイオ7の、まあ、イーサンの物語のスタートっていうところからやり直してみるのも一つありなのかなとかって思ったりしてるんで、まあ、それからそこら辺がねあのどういう実況を今後進めていこうかなっていうふうにはちょっと考えものではあるんですが、うん、まあ、もしかしたら普通にあのバイオ7とかやりながらバイオ6やってた時みたいに人生相談を乗りながらねまた進めていくみたいなこともやるかもしれないし、まあ、最近ちょっとあの細かい相談事みたいなのがねちょっとずつ寄せられるようになってるんで、まあ、それをあの YouTube 化しても YouTube 化っていう変化あの動画にね上げるのもいいのかなと思ったりするんですけど、やっぱりねあのバイオを見ながらねあの人生相談を乗ってるところって正直、まあ、バイオ6のその知名度自体が知名度っていうか知名度はめちゃくちゃあるけどあの人気自体があまりないからかもしれないけど、他のね普通に喋って実況やってるものと比べるとね、まあ、やっぱ再生数っていうのがね残念ながらっていうのがあるから、まあ人生相談人生相談でいつか別チャンネルかこれとねあのゲーム実況やらない時にラジオ感覚でなんかやっていくみたいなのするかもしれないけどね、いつかね生放送もやってみたいなとも思ったりはしてるんだけど、まあちょっともう少しねあの家庭環境が落ち着いたらねあの荒れてるわけじゃないですよ、荒れてるわけじゃないけど、やっぱり子供がまあ小さいからね、うん、そういうのもなんかいざとなったら夜泣きとかまだまだしちゃう年齢だから、そういうのがあった時に、ね、嫁さん一人に任せて一人で夜中ベラ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 喋ってるわけにもいかないからね、だからそういうのもあるんで、とりあえずは、うん、あのしばらくはあのこういった一本一本丁寧に取っていって、で皆さんに提供していくっていう形で実況を進めていけたらなというふうに考えております。でもちろん、うん、そのバイオ7とかバイオ8とかやろうかなというふうに思ってるんだけど、まあ、バイオ RE4 も出てくるんで、まあ、もしかしたらその直前になったら RE3 と RE4 をまたねやり直してみましたみたいなのを上げていく可能性もあると思うんですけど、まあ、結局僕ねやりたいなというかあの思うのがバイオくらいしかないんで、ただその他にもなんかこういうゲームをやってほしいなみたいなリクエストとかがあればそれをもしかしてやるかもしれないです。まあ、これまでにねソニーコンピューターエンターテインメントだったかな、あのデトロイトとかヘビーレインとか、それから、トゥーソウルズ、個人的にはトゥーソウルズが一番好きだったかな、うん、トゥーソウルズね、あの実はあのオチがペッ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 って、ね、これはあの本編あの、ね、過去動画上げてるやつがあるんで、あのひとすら一人で騒いでるっていうね、あの実はホラーゲームだったんじゃねって思うような話もあるんだけど、まあ、そんなこともやりつつね、あの、まあ、いろいろ見てるんで、デトロイドも面白いしね、でヘビーレインもあこいつが犯人だったら意外だなっていうのもあったりするんでね、まあ、非常に見応えやり応えのあるゲームなんで、あのゲーム実況見ていただくかご自身でプレイしていただくっていうのは非常におすすめしております。で、その他にも何だっけ、リトルナイトメアかなの、あの1だけね、あの2はちょっとやったことがないんですけど、リトルナイトメア1もやったりとか、まあ、ワンショットとかねもやったりとかしたことがあるんで、ワンショットもねあの結構あの 2D ゲームなんだけど非常に奥が深いと言いますか、あの謎解きとしては非常に奥が深いし、あの僕が
ね、謎解きができなくて編集さんにボコボコにされながら助けてもらうっていうね、あのお茶目な一面なんかを見ることができるんで、おすすめしておきたいなというふうに思います。ということで、ね、最近ね、再生時間数とか再生数とかっていうのが伸びてきてるんですけど、まあ、残念ながらなかなか、チャンネル登録者数っていうところが微妙な伸びてはいるんですけどねっていうところはあるんで、まあ、ぜひねこの動画見てね、面白いなとかな、今後応援したいなとかな、こういうリクエスト出して、励ましたいなという方がいらっしゃればね、ぜひねチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して応援して押していただけたら非常に嬉しいでございます。ということで、もうそろそろ終わりですかね。エグゼクティブプロデューサーまで出て、カプコンの名前出てきたからね、もう終わりかなというふうに思います。ちなみに、これ、等倍速で話して、ごめんなさい、動画者は等倍速ですね。僕の喋りがただただ早いだけというところなんでね、スイッチが入ればこんな風に早くなるんで、聞きにくいっていう方はね、文句言ってくれたらいいと思います。耳鍛えろって逆に反論してやるんでね。はい、ということでね、クレアレッドフィールドセカンドということで、ゲームオーダースタンダードでトータル時間 2時間34分22秒でセーブがいつは5回という、ごめんなさい、5回っていうのはやり直してるからですね。これあてに関して、この事実に関しては2パート前でお話をしておりますので、そちらご覧ください。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。